矢作は日本海軍の二等巡洋艦。日本海軍における最初期の軽巡洋艦である。一般的には、クマ型防護巡洋艦の二番艦とされる。日本海軍の法的な類別は、クマ型巡洋艦の三番艦。艦名は、長野県から岐阜県を経て、愛知県に至る矢作川にちなんで名付けられた。畜馬型巡洋艦は、日本海軍の巡洋艦として、 初めてタービン機関を採用した。機関の実績比較検討のため、同型艦3隻にはそれぞれ異なるタイプの機関を搭載している。矢作の場合、手記はパーソンズ式蒸気タービン、4機4軸推進であった。1909年12月23日、長崎三菱造船所で建造予定の旅、高二等巡洋艦は、部内限りで矢作と呼称される。 矢作は,は1910年6月20日、三菱合司会社三菱造船所で寄港。1911年10月3日午後4時25分、浸水。同日府で正式に、矢作と命名された。1912年7月27日、竣工。同日に当巡洋館に類別された。1915年12月4日、横浜沖で挙行された。 5対0特別艦艦式で、巡洋艦、常磐、通報艦、満州と共に、矢萩は、グブ艦となる。式典では、船頭艦として、お召し艦つくばの前を航行した。第一次世界大戦では、南洋諸島占領作戦に参加。さらに南シナ海、インド洋、スルー海での作戦に従事した。1917年11月20日。 連合国艦船の護衛作戦を終えて、オーストラリアのフリーマントルに入港しようとしていたヤハギ、矢作に沿岸砲から一発の砲弾が発射された。砲弾は、矢作のマストをかすめて、甲板を越え海に落ちた。オーストラリア政府は、矢作に乗り込んでいた水先案内人が適切な、信号を送っておらず、警告のために砲撃したと説明し、オーストラリア総督が、 その後パースに停泊中の矢ハニに出向いて官長に謝罪した。1922年11月12日、大正天皇皇太子は特別大演習搭載の試し国へ行刑する。11月13日、皇太子は神戸港で戦艦伊勢に乗艦。翌日、香川県の高松港に上陸し、演習や各地行刑に臨んだ。 大演習や白峰寮参拝などを終えた11月22日午前7時、皇太子は高松港で矢萩に乗巻する。午前10時30分、皇太子は愛媛県今治市に上陸し、各地を行計した。同日午後2時、皇太子は再び矢萩に乗巻し、同港を出港。その後、矢萩は愛媛県松山市の水戸浜に移動。皇太子は、 戦艦伊勢艦再水雷艇を用いて上陸した。11月24日、夕国、皇太子は戦艦伊勢に戻り、以降は伊勢をお召し艦として四国行刑を行った。矢作と谷風は副部艦として行動した。1923年から主に中国水域の警備活動に従事した。1926年11月29日、 艦艇類別等級の改定に伴い、地球型巡洋艦が設けられ、矢作は同型の3番艦となった。1935年3月27日から5月10日まで、広島県呉市で開催された国防と産業大博覧会では、旅行第53潜水艦と共に観覧に供された。九百四十年四月一日に除籍され廃艦、第十二号と、歌唱。 クレカイ兵団の練習船として使用された。1943年には大竹に開港し、海軍潜水学校で使用し終戦を迎えた。1947年1月31日から7月8日まで、カサトドックで解体作業を行った。第一次世界大戦で日本は連合国側に参戦した。日本海軍は南方方面に二等巡洋艦などを派遣し、 ドイツ東洋艦隊捜索及びドイツ領南洋諸島占領に従事した。巡洋艦やハギも1917年2月、クレ軍港を出港し太平洋、インド洋方面で海上警備、策的に当たっていたが、1918年10月、軍艦地と瀬戸の交代命令に接し、オーストラリアのシドニーを出港して艦隊司令部のあったシンガポールに11月9日に入港した。 交代艦の到着まで停泊、乗組員の半減上陸を許可した。この年は、世界的にスペイン風邪が流行し、他の艦艇にも被害者が出ていたにもかかわらず艦長の山口電一大佐は、シンガポール市街を前に乗組員を館内に閉じ込めておくのは式に影響すると判断したと推測される。出港後それが館内に蔓延し、生産な状況になった。 11月30日シンガポールを出港12月5日にマニラ入港来館者は上下甲板至るところに倒れて埋めいているという状態に腰を抜け加算ばかりに驚きくという12月9日不問副長死亡10日に14名11日に5名12日8名13日4名が死亡した死亡者は 関内6名病院42名の48名に及んだ。1921年1月19日に、英国墓地、三ロ、マガチに石像を高さ1条6尺の、財馬に辣軍艦ヤハ萩病没者墓碑が建設され、墓碑名が刻まれ、同日納骨式が行われた。このほかヤ矢萩神社への写真学の奉納5月27日、文霊の感情安置、1、 百模型の奉納と、乗組員全員の参拝も実施された。なお、昭和12年3月4日、呉海軍墓地内に残存有志の手により、軍艦や萩巡職者の日が混流された。この石踏みは昭和48年、墓碑資格審査に基づき、表の大事と裏の金属板が剥がされ、昭和57年、大事のみ復元された。 裏の金属版の文章は記録がないとされてきたが、呉新聞の記事に全文と思われるものが掲載されており、復元設置が望まれる。また、矢作神社の文霊が矢作環状に安置されたのは海軍内でも先駆けであり、この後、館内神社が海軍全体に広まったと言われている。愛知県の矢作神社には、ガラスケースに入った1、100の奉納模型が現存する。 これは、大正10年4月5日、6日の両日、蒲郡港に停泊中の道館から前、乗組委員が半減上陸により、同神社に参拝した記念として、乗組委員の手で作成、同年10月末に奉納されたものである。前、乗組委員の参拝は、大正11年4月4日、5日、大正14年にもち多武竹と横に停泊中に行われている。 このほか、大正9年5月27日付の、放納写真学、2回分の参拝要領を、館長の名刺、新聞記事などの資料が、巻子総資料で保存されている。なお明治44年10月3日の長崎、三菱造船所の新水記念へ派が空三3点と、矢作神社参拝の折に発行された、矢作の詩織は、 岡崎市立中央図書館に所蔵されており、校舎はデジタルアーカイブで公開されている。軍艦や萩の艦首を飾っていた菊の御紋章が現存する。所在は大阪五国神社の本殿で鉄のフレームに取り付けて展示されている。大きさは直径約75センチメートル厚さ約7センチメートルの木製で金色をしている。裏面の牧書には 大日本軍艦や萩の御文章、これの御文章は大東亜戦争中、大阪国防艦に貸し合いなしを、昭和20年8月15日終戦と同時に、大阪五国神社校奉納せられ、翌年21年8月神社より配慮せる、ものなり、今井海一郎とある。この文章は、昭和15年4月1日に除籍された時点で艦から、取り外され、何らかの経緯で、 大阪国防館に貸しされ、大阪国防館が大阪空襲で全焼する前にどこかに保管されたものを終戦と同時に大阪五国神社に奉納されたもので、当時新職であった今井海一郎氏によって新中軍に没収されることを恐れ保管されてきたものを平成27年以降ご失足の手により返還されたもの。防護巡洋館、矢作の館主は尖っており、 監守先端の左右それぞれに菊の拷問章が取り付けられていた。伝承では右側のものと言われている。全国的に見ても数少ない珍しい異物である。日本海軍史第9巻、第10巻の召喚履歴及び官報に基づく。階級は就任時のもの。ありがとうございます。